ベロチュー、私そんなのしたことないんだけど。してたのね。今日は期末テスト最終日。いよいよ苦手科目か。徹夜でとにかく頭に詰め込んだ。大丈夫だ。集中集中。長尾くん。何、川名さん。テストが終わったらしよっか。は？じゃあテスト始めるぞ。はい、終了。後ろからプリント集めて。やっと期末終わった。帰ってゲームしよう。帰りにカフェ寄ってかない？テストの直前になんてこと言うんだ。おかげで全然集中できなかったじゃないか。これで期末の総合点は私が有利に。ねそういう魂胆か。はぁ、マジでちゃんと答えかけたか心配だ。帰って答え合わせしないと。私も長尾くん家で答え合わせしよう。え、うちに来るの？何度も勉強会でお邪魔してるじゃない。総合点出して長尾くんのと比べたいし。ダメ？あ、いや、別にいいけど。言っとくけど、うち今親いるからな。テスト前の言葉冗談だから。わかってるよ。ただいま。おかえり。あら、川名さん、いらっしゃい。うわ、ここ間違えてた。二人とも期末テストお疲れ様。ありがとうございます。お構いなく。ごゆっくり。ここも間違い。長尾くん、うっかり間違い多いですね。誰のせいだよ。それでテスト中に何考えてたの？本当にできるかと思った？っていうか、テスト中妄想の中でした。え、妄想の中で私と勝手にしたの？いや、許可がいるのかよ。ちょっとそれ具体的に聞かせてもらえる？え、やだよ、恥ずかしい。妄想の私、気持ちよかった？それは、よく覚えてない。ちゃんと思い出してよ。キスとかした？妄想の中で。キス。舌が入って、くん、長尾くん。キスはした。ベロチューすごく気持ちよかった。ベロチュー、私そんなのしたことないんだけど。してたのね。勉強会の時、私の胸チラチラよく見てたよね。期末終わったし、ちゃんと見せてあげる。でっけえ。長尾くん、本当にしちゃう？あ、そ
そんなこと言って、どうせまた冗談。じゃなくて。ごめん、母さんちょっと出かけてくるから。おばあちゃんち。川名さん、またね。おばさん、ちょっと出かけてくるって。おばあちゃんち、片道1時間はかかるし、多分3時間は帰ってこない。